マノウォーマノウォーマヌーアはアメリカのヘビメタルバンドである1980年ブラックサバスのツアーにパイロテクニクス及びベースの儀主として同行していたジョイディマイオとツアーのオープニングアクトを務めていたシャキンストリートのが意気統合して結成されたバンド名の由来は軍艦を意味するマン・オブ・オーから真のヘビメタルを標榜する彼らは ニセメタルに死を合言葉に掲げ、1982年に地獄の鎮魂家バトルヒムスでデビュー。力強くドラマティックな楽曲にエリック・アダムスのシャウト、ジョーイ・ディマイオの高速ベースが特徴。右拳を握りしめ、その手首を左手で掴んで頭上に掲げるポーズはマノ・ォー・サインあるいはサイン・オブ・ハンマーと呼ばれており、彼ら自身やファンの間だけではなく他のバンド、 ミュージシャンもライブなどでポーズを取ることがある。1980年、ブラックサバスのヘブンヘルツアーにパイロテクニクス及びベースの技師として同行していたジョイ・ディマイオと元のギタリストでツアーのオープニングアクトを務めるシャキン・ストリートに参加していたロス・ザ・ボスが意気統合し、ツアー終了後にジョイの幼馴染みで一緒にバンド活動もしていたエリック・アダムスをボールに ドラマーには後にザ・ロズ島で活躍するカール・ケネディを加えた4人で結成された。結成後しばらくは小さなライブハウスでカバー曲を披露しながら少しばかりの成功を収めていたが数ヶ月後にはオリジナル曲の作成に着手し1981年には2曲入りのデモテープでも81を完成させた。この頃、カール・ケネディがバンドを脱退するがほどなく ドニー・ヘムズイクを公認に迎え、メンバーはライブ活動を続けながらレコード会社への売り込みを続ける多忙な日々過ごしていた。同年、彼らが作成したデモテープがレコード会社の目に留まり、とレコーディング契約を締結。翌1982年にはデビューアルバムのバトル・ヒムズ、旧放題、地獄の鎮魂歌を発表した。アルバムに収録されたダーク・アベンジャーでは、 ハリウッドを代表する映画監督、脚本家、俳優であるオーソン・ウェルズが曲中のナレーションを務めた。デビューアルバムのリリース後、テッド・ニュージェントのサポートアクトとして初のツアーに出るが、その関係も長くは続かなかった。そこで自らがヘッドライナーの小規模ツアーを実施し、アメリカ国内での支持を高めていくとともに、イギリスやドイツといった、 ヨーロッパの国々でも一部のヘビメタルファンに注目される存在になった。このツアーを最後にドニー・ヘムズイクがバンドを去ることを決意したため彼の公認として期待の若手であるを迎えることとなる。1983年にはアメリカ国内でメガホースレコードとヨーロッパではミュージックフォーネーションズとそれぞれレコーディング契約を 締結するが、その際に欠板上のごとく自らの地で契約書に署名をした。その様子は、ヘビメタル専門誌ケラング。第47号の関東で特集され、同時に、マノオー、新時代の蛮族から、マノアースニューバーベリーンスの刺激的な副題と共に、表紙を飾ることに成功した。契約を済ませた彼らは早速スタジオに入り、セカンドアルバム、イントゥ・グローリーライド。 旧放題、地獄の復讐を発表した。その後、アルバム未収録曲に、オーソン・ウェルズのナレーションを吹き込み、ディフェンダーとして完成させ、同年 EP 版として発表した。この頃には、ヒロイック・ファンタジーや北欧神話をモチーフにした、現在に至るバンドの作風やスタイルが確立し、エピックメタルやバイキングメタルの勃興の一翼を担った。この女子史的なスタイルが、 特に、イギリスにおいて、大いに受け、バンドは大規模なイギリスツアーを計画するが、結果的にこれは頓挫することとなった。ツアーの計画が頓挫した彼らは次のアルバムを、イギリスのファンに捧げることを決意し、1984年初頭、レコーディングからミキシングまでをわずか6日という、短期間で成し遂げ、サードアルバム、Hail to England を完成させた。このアルバム発表後に、イギリスで、 大々的なプロモーションツアーが組まれ、当初はマーシュフルフェイトのサポートアクトの扱いだったものが、ツアー中に魔の王がヘッドライナーに改められるほど熱狂的に迎えられた。この観客の反応に自信を深めたバンドは、ツアーを終えるとすぐさまレコーディング作業に戻った。新たに10レコードと契約し、前作からわずか10ヶ月後の同1984年、ホースアルバム、 サイン・オブザ・ハンマーを発表した。スローテンポで重厚なマウンテンズに続けてのスピード感あふれるタイトルトラックサイン・オブザ・ハンマーに代表されるように明確な急にあふれる構成とされ、この新作を携えての約2年にわたるワールドツアーは世界中で多くの監修を集めバンドに新たな成功をもたらした。今後の活動方針について1レコードと意見の対立があり、 1987年にバンドはアトランティックレコードに移籍して新作ファイティングザワールドを発表した。このアルバム以降はレインボーやキスのジャケットを描いたこともあるがアートワークを担当し彼が描き出す剣と魔法の世界がバンドが持つ屈強な戦士のイメージをより広く浸透させることに役立っている。1988年 彼らの代表作として最もよく知られる、キングス・オブ・メタルを発表。タイトルトラックのキングス・オブ・メタル、そしてヘイル・キルは、ライブの定番曲となり、彼らの作品の中で最も多く売れたアルバムとなった。このアルバムのジャケットには、バンドとバンドのメンバー、そして彼らのファンのすべてを象徴する存在として、あえて顔を、はっきりとは描かれていない選手が登場し、 これ以降の彼らの作品の多くに描かれることとなる。バンドは足掛け約3年にわたる世界ツアーを開始、その間ヨーロッパのほとんどの国で公演を行った。その最中、ロス・ザ・ボスがバンドを解雇され、彼の公認には約150人の候補者の中からデイビッド・シャンケルが選ばれた。ボスは、後年、専門詞ギタリストのインタビューで、上位は、 マノウォーの躍進には別のギタリストがふさわしいと感じたようだと答えている。またスコット・コロンバスもツアー中にバンドを離れることを決意し、自らの公認としてライノを指名した。この交代時にライノはスコットの使用していたドラムセットを譲り受け、自分が所有していたドラムセットを焼却した。1992年、新メンバーによるセブンスアルバム、 勝利の鋼鉄発表。ジョジシー・イリアスをモチーフとし、ヘビメタルの楽曲としては、異例の28分8パートにも及ぶ大作、アッキレス、アゴニーエクスタシー・イン・エイト・パーツが収録されていることでも話題となった。アトランティック・レコードとの契約満了後、ゲフィン・レコードに移籍。1994年、デイビッド・シャンケルが突如脱退、自身のバンドを指導したため、 彼の公認として上位のバイク仲間のカール・ローガンが加入した。同年、ライノの公認としてスコット・コロンバスがバンドに復帰した。1996年、AS アルバムラウダー・ザン・ヘル発表。4年振りの新作は、好調なセールスを記録したが、これまでの女子指摘で、大行なスタイルと比較して、随分シンプルな作りであることが、主に従来のファンからは批判された。 1998年、ラウダー・アッツ・ァン・ヘルツアーの模様を収めた2枚組、バンドとして初のライブアルバム、ヘル・オン・ウィールズ・ライブを発表。翌1999年、これも2枚組のライブアルバム、ヘル・オン・ステージ・ライブ発表。共にツアー中に収録された、膨大な素材の中から、演奏の質や、観客の反応など様々な要素を勘案して、選ばれた。 ベトテイクの詰め合わせとなっている。2000年、ニュークリアブラストに移籍し、ライブビデオ、ヘル・オナースパート・アイ発表、翌年 DVD で再発表。そして2002年、実に6年振りのスタジオアルバム、ウォリアーズ・オブ・ワールド発表。タイトルトラックにして、ライブの定番曲、ウォリアーズ・オブ・ザ・ワールド・ユナイテッドをはじめ従来からの力強い楽曲が収録されているが、興味深いのは、 ジャコモプッチーニ作曲の歌劇トゥーランドットのアリア、誰も寝てはならぬを原曲のイタリア語でカバーしており、これはミラノにおけるライブで初披露をイタリアのファンに捧げられた。新婦発表後、バンドは長きにわたるウォリアーズ・オブ・ザ・ワールド・ユナイテッドツアーを開始、その間スタジオでのレコーディング作業が行えないこともあり、2002年から2006年までの間に4枚もの。 ライブ DVD が立て続きに発表された。これらの DVD は全て監督によって編集され、その全てがドイツにおいてゴールドディスクに認定されている。2005年、上位は自らのバンドが高い質を保ち、また何よりも質の高い作品をヘビメタルファンに届けるために、を設立。自ら代表に就任するとともに、 マノウォーと彼らに近しいバンドが所属している。2006年の EP 版、The s オ n オ s of Odin 以降、バンドはこの新たなレーベルから作品を発表している。2007年、5年ぶり10枚目のスタジオアルバム、Goats of 発表。ヨーロッパにおいて、数多くのショーを行った後、2009年に2枚組の EP 版、s u n d イン・ in the Sky 発表。1枚目は、通常版、 二枚目のディスクには一枚目の収録曲、ファーザーの日本語を含む15カ国語版を収録し、各国のファンに捧げた内容となっている。2008年4月、身内の不幸を理由にスコット・コロンバスがツアーから離脱、ドニー・ヘムズイクがツアーのサポートドラマーとして、久々にバンドに復帰した。2010年6月1日、音楽雑誌、クラシックロックが、 スコット・コロンバスのインタビューを掲載。その中で、スコット本人が、彼自身が2008年4月の時点で正式にバンドを、脱退しており、また過去に一時的にバンドを離脱した理由とされた1990年の、息子の病気、2008年の身内の不幸は共に、偽りであり、自分の同意なしに発表されたものだと明かした。この時点で、まだ、 マノボォー公式サイトにはスコットがメンバーとしてラインナップされており10月15日になってようやく上位がフェイスブック上でドラマーには26年ぶりにドニー・ヘムズイックが復帰すると公式発表した2011年4月5日マノボォー公式サイトにて元メンバーのスコット・コロンバスが4月4日に死去したことが発表された死因は伏せられた2011年7月 デビューアルバムバトル・ヒムズを現在のメンバーでセルフカバーしバトル・ヒムズ・マキシーとして発表。1982年当時はオーソン・ウェルズが担当したナレーション部分を自らもヘビーメタルシンガーとして活動する俳優のクリストファー・リーが務めた。バンドは手始めに16年振りとなるイギリスツアーを再行バトル・ヒムズ・マキシーアルバム完全再現ツアーとされた。 2012年、ザ・ロード・オブ・スティール発表。まず6月16日に iTunes やバンドの公式サイトで先行発売され、6月26日発売の音楽雑誌の特別付録として限定発売、同年9月に一般発売された。前作、コツオブ・ウォーが女子史的なコンセプトアルバムだったのに対し、本作は率直なスタイルのヘビメタルに回帰しており、 収録曲エルグリンゴは2012年公開の同名映画のテーマソングとして採用された。2013年7月、バンドの代表作である、キングソブメタル発表25周年となる。この年、現在のメンバーにより当時より進歩したレコーディング技術を用い、収録曲ザ・ウォーリアー、エスプレイヤーのナレーションには、オーソン・ウェルズに変えて、俳優、声優のブライアン・ブレスドを起用して、 セルフカバーアルバムとして発表すると公表した。翌2014年2月、キングス・オブ・メタル・トゥース・ソーザンド・フォーティン発表。そのプロモーションツアーとして、同月のシカゴ公演を皮切りに、世界ツアーを開始した。2016年5月25日、公式サイト等において、バンドの活動終了と、ザ・フィナール・バトルと銘打った最後の世界ツアーを2017年11月の、 ドイツ公演から開始することを発表した。2018年10月、8月にカールが自動ポルノ禁止法違反で逮捕され起訴されており、係争中は活動を自粛することを発表。翌年のツアーには参加できないことが明らかにされ、サポートメンバーに EV マーテルを起用することが決定した。2019年春からのツアーにドニーが参加しないことが判明。 サポートメンバーにアンダース・ヨハンソンを起用する。過去に二度来日し、それぞれ単独公演を行っている。なお、2014年の公演は、本来10月18日のラウドパークに出演する予定だったものが、の火災の影響で機材の到着が間に合わなくなったためにキンセルとなり、別日程で単独公演が組まれたものである。マノウの楽曲は、バンドの中心人物にして、 メインソングライターであるジョイ・ディマイオの思想心情に基づく明確なキャラクター付けが特徴であり、多少の演奏スタイルやモチーフの変化はあるにせよ。1980年のバンド結成から一貫しているのは、ニセメタルに塩の合言葉に対応した真のヘビメタルを表現せんとする王道的なヘビメタルであり、手法としてのパワーメタル、エピックメタルであり、彼らのファンとの真義族に基づくものである。 ファーストアルバム、バトル・ヒムズには、ロックンロール色の強い楽曲も収録されており、まだバンドの持つ音楽的イメージが十分には固まっていなかったが、セカンドアルバム、イントゥグローリー・ライドから筋骨隆々とした闘志のイメージを確立。以降モチーフを中世ヨーロッパの闘志、北欧神話、ギリシア神話、インディアンなどに求めた郵送、おスれ、高揚感のあふれる、 作品作りを中心に行う一方、各アルバムには必ずと言っていいほど、バラードも収録され、戦士の孤独や倒れていった者たちへの哀悼などを、哀愁漂う楽曲で表現することで、これら楽曲がアルバムに緩急をもたらすとともに、作品としての深みを持たせることに寄与している。これら助持的なスタイルは主にヨーロッパで人気を博す。一方、 本国アメリカにおいては欧州ほどの支持は得られていないのが実情である。他にはバンド自身や世界中のファンのことをモチーフにした楽曲、特にライブにおける監修との掛け合いを前提とした曲作りが多いのも特徴である。特筆すべきはヘルオン・ウィールズライブに収録されたウォリアーズ・オブ・ザ・ワールドで、この楽曲はライブで収録された観客の完成だけで構成されチャプターであり。 ファンを大切にするバンドの姿勢が顕著に現れている。彼らのライブは大音量で知られ、過去にギネス世界記録に登録されたことがある。ライブのオープニングは、レディース s ン n d g ン n t l e From the United States of America, All Hail m a n u のナレーションに続けてのマヌーアの演奏で始まるのがお約束となっており、この決まったナレーションによる開演。 そして照明効果やパイロテクニクスを多用する演出同居ニューヨーク出身の世界的ロックバンドである機質の強い影響が伺える。演奏中はステージを縦横無尽に動き回りながら感情豊かに歌い上げるエリック・アダムスと基本的には無表情だが要所要所で歌舞伎役者が見え起きるようにポーズを決める上位ディマオのアクションに特徴がある。演奏や音響に対して妥協がなく 機材に不調があればライブ中でも演奏を中断して調整を行うことがある。他にはアンコールの前に上位の演説の時間が設けられており、現地語によるスピーチ、他のバンドの T シャツを着たファンを壇上でマノアを T シャツに着替えさせる、現地の工業主を舞台に上げての乾杯、缶ビールを滝のように注ぎ飲むといったパフォーマンスが行われる。ライブの最後は上位が エレクトリックベースの弦を一本ずつ引きちぎり、今日のライブが最高のまま終わったことを儀式的に表現して退場した後、ザクラウンザリングの音源が流れて終演となるのが通例である。これらの要素に見られる通り、彼らのライブは単なる演奏会というより、音響と視覚効果等を綿密に計算しながらの決め台詞、決めポーズなどのお約束と、その上で、 若干のアドリブを加えた一種の演劇のようにそれ、時代が作品としてステージ上で展開されるところに特徴がある。メンバー全員が中世の戦士のように屈強な体育をしており、曲名や歌詞によく現れるボリアーを体現している。また上位が過去のインタビューにおいてバンドのメンバーになる条件として大音量での演奏が好きで女好きでビールを飲むことが好き。 何より、全世界のヘビメタルファンを愛していなければならない。とインタビュアーの問いに答えている。彼らはファンを非常に大切にすることで知られ、これまで幾多のインタビューや楽曲において、ファンに対する敬意を明らかにしてきた。そのエピソードは、枚挙に暇がないが、以下は、その一例である。2000年頃までは、ファンのことを、メタルブリアーズ、マノファンズ、または、 ブラザーズ・オブ・トゥルー・メタルなどと表現していたが、2012年の楽曲にある通り最近はマノッカリー・ヤーズと表現することも多い。なお、2014年の来日公演における上位の日本語による演説によれば、日本のマノッカリー・ヤーズは一人で千人分の力を持っているマノ・ボーの T シャツを着れば、お前たちは無敵だと評してしょた。 1970年代のイギリスに橋を発するグラムロックの人気、そして1980年代はその影響を受けたグラムメタルが一世を風靡した時代であり、1981年に MTV が放送を開始、またモトリー・クルー、ラットなど世界的な人気を博するバンドを輩出するなど、特にアメリカにおいてその傾向は顕著であった。このような時代背景の下、 人気があるジャンルだからデビューしやすいという理由で、グラムメタルを志す若者、あるいは成功者としての立場を守るために、これまで自らが培ってきた、音楽性を捨て、終始替えをする、ベテランバンドが数多く現れた。そのグラムメタル人気の台風の目であるアメリカにおいて1980年、ニセメタルに死をスローガンに掲げ間のを結成された。つまり彼らが掲げた、偽メタルにしを、 とは、ある特定のバンドを攻撃するためのものではなく、これら各たる信念もなく、音楽を志すものや、ファンを裏切り流行に走るものすべてに向けられたものでり、裏を返せば一時の流行に流されることなく、信念を貫こうと自らを鼓舞するためのものであり、自分たちは流行に流されて、ファンの期待と信頼を裏切るようなことは、決してしないという、ファンに向けたメッセージである。 ライブで発する音量に関して、過去にギネス世界記録に登録されたことがあった139でシベルを記録するが、ギネスワールドレコーズは2008年、聴力障害を促す恐れがあるためとの理由で、堺で最もうるさいバンドというカテゴリーを廃止した。2008年7月、ブルガリアのカバルナで開催されたにおいて、ギターソロやブルガリア国歌を含む全47曲、 5時間1分という記録を樹立し、世界一長いヘビメタルコンサートとして、ギネス界記録に登録された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。